栃木県で2番目に面積の大きな那須塩原市。番組ではこの地図に魅力的なスポットを加えて赤マップを作っていくわ。皆さんこんにちは、リポーターのレナです。今回私がやってきたのは体験館つらいつらいつらい。なぜ私がここにやってきたかというと、はいはい、説明するわよ。今回レナちゃんはこちらで行われる那須塩原市農業体験ツアーに参加するの。ツアーの内容はご覧の通り。体験館トライトライトライでチーズソーセージ作り体験、ランチはグランマの割烹着で地場産野菜を使った家庭料理を味わうわ。さらに午後はいちご狩りと盛りだくさんのツアー。参加費はたった1,000円。驚きのツアーでしょ。実は那須塩原市に多くの方に住んでもらいたいと企画したツアーだから、参加対象者は18歳以上の独身女性。多くの方に那須塩原の魅力を感じてもらいたいわ。ではレナちゃんも皆さんと一緒に参加。まずはソーセージ作り体験からよ。参加者の皆さんのほとんどが初めてのソーセージ作り。力の加減が難しいわ。レナちゃんも頑張って。結構重いんですね。重たいですね。圧力をかけてこの細いところからお肉を出していくので、しっかり回してくださいね。はい、じゃあいいでしょう。はい、じゃあ、これどちらのお肉なんですか？このお肉は地元産で那須塩原産の豚肉を使用してます。はい、首って合わせて組む。じゃーん、ボイルして手作りソーセージ完成。お味はどうかしら。じゃん、自分で作ったマイソーセージ、早速いただきます。うん、プリッとしててすごく美味しいです。ジューシー。お肉の旨味出てますね。自分で作ると美味しいです。続いてはチーズ作り体験。用意するのは牛乳とお酢。まずは牛乳を60度程度に温めるわ。牛乳が温まったところに、測っていないのでお酢も測りません。かき混ぜながらゆっくりお酢を入れていきます。そうするとどこかで、ね、牛乳が変化してくるので、そしたら酢を入れるのは止めます、ね、この状態、この白い部分がチーズとして食べる部分です。そしたらこの中にこれだけを、開けると白い粒々だけは残ります。で、ね、さっきのお水だけの部分は下に出ていくので、こんな形でね、作っていきたいと思います。簡単ですね。これだけでできるなんてとっても簡単ね。こちらが完成したチーズよ。今日はこれでね、全部入れてスイーツにします。はい、スイーツを今度は、すごく濃厚で美味しいです。特産の牛乳を使った体験、楽しかったです。那須塩原の魅力たっぷり感じました。来週は農業体験ツアー後編。美味しいランチといちご狩り、那須塩原市で素敵な時間をどうぞ。